前回のアナザーセンチュリーズエピソードには、ついに火星を巡った最終決戦が始まった。木蓮はUCEの数倍の戦力で攻め込んできたため苦戦を強いられることになる。そんな状態を危惧したマイスターは戦争を早く終わらせるために先の戦争で活躍したガンダム試作2号機を出撃させるのだった。核による広範囲攻撃により木蓮の戦力は一気に削れていく。そして気づいた時には火星の戦争は終わっていたのだった。皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回もアナザーセンチュリーズエピソード2をやっていくよ。前回は核の力を使って戦争を終わらせたところで終わりましたから、その続きですね。僕も本当は核なんて使いたくはなかったんだけど、戦争を早く終結させるには仕方なかったんだ。その割にはめちゃくちゃ誤射をしていた気がするんですけど、射撃ボタン一つで核が出ると思わなかったから。まあでもこのゲームでは味方に核の攻撃は当たらないし、たまたま自分の思ってたタイミングの撃てなかっただけだから誤射じゃないよ。世間ではそれを誤射というのではないですかね。まあ何派ともあれ戦争は終わったし、よしとしようよ。本当にいいのだろうか。それで戦争は終わりましたけど、次は何をしていくんですか。次のミッションは少し前に援軍に来てくれたバルキリー隊の母艦である戦艦マクロスが進駐式をするから、それの警護だね。マクロスはもともと宇宙から来た戦艦を改造して作られた艦で、地球外のテクノロジーをふんだんに使った戦艦なんだよ。ここに来て新型戦艦とかアルビオンの肩身が狭くなりますね。あ、アルビオンは別にアルビオン単体で戦ってたりしないから。それとマクロスはホールドっていうワープ機能も持ってて、しかも変形機能も持ってるっていう戦艦みたいだよ。いや、本当にもうマクロスだけでいいレベルの機能持っていませんかね。これが地球外の技術を使った戦艦ということだね。ちなみにバルキリーもこの技術が使われているとか。いきなり小型化ができてるとか、地球の技術もヤバくないですかね。さてそれじゃ早速警護任務をやっていこう。何優等なこと言ってるんですか。もう敵が来ていますよ。何、こっちはまだ準備中だっていうのに敵は空気も読んでくれないのか。それじゃ早速敵を撃退していこう。始まりましたね。前にバルキリー使った時にガウォーク形態なんであるんだろうみたいなこと言ったけど、今のムービーを見るとガウォーク形態も必要だね。というかガウォーク形態あんなに機動力が高いんだな。それにしても警護任務って言ってもいつまで警護するんですか。とりあえずはマクロスが起動するまでなんじゃないかな。今回のミッションはあんまりマクロスの遠くで戦うとマクロスの耐久値がなくなっちゃうから、できるだけ近くで戦いたいね。中盤以降こういった守るタイプのミッション増えてきましたね。守る系のミッションは少し気を抜くとすぐに耐久値がゴリゴリ削られちゃいますからね。果たしてこのミッションマイスターさんはクリアできるんでしょうか。そこのところは任せてほしい。今回はマクロスの防衛ってこともあってバルキリーを持ってきたから守れるはずだ。このゲームにそんなタイトル補正ありませんよ。でもバルキリーは前も使いましたけど、そんなに防衛しやすいんですか。基本的にはミサイルが強くてそれで防衛しやすいね。それと今回使ってるマックス機はファイター形態で正面を向いてなくてもガンポットがある程度攻撃してくれるから戦いやすいんだ。バルキリーのファイター形態はガンポットの攻撃範囲が狭くて少し使いづらかったんですけど、それが解消されてるなんていいですね。同じような機体でも結構違いがあるのは面白いよね。ちなみにこの仕様はコメントで教えてもらったんだけど、他にも僕が知らない仕様とかありそうだね。もしあったらぜひ教えてもらいたいですね。それにしてもこの敵は一体誰なんですか。どうやらゼントラーディっていう太陽系外の勢力みたい。このゼントラーディって種族はメルトランディって種族と戦争してるって話だったけど、なんで地球に攻めてきたんだろう。明らかにマクロスが関係ある気がするんですが。いくらマクロスがこの3つの種族を技術を使ってるからってそれはないんじゃないかな。いや、原因絶対それでしょ。そう、僕らはただ地球に落ちてきたものをリサイクルしただけだっていうのに。それだけマクロスは敵にすると面倒な戦艦ってことなのかもしれませんね。敵からそんなに恐れられる戦艦。強行形態になった時が楽しみだね。このゲームで強行形態の活躍が見れる時は来るんですかね。さすがに来るんじゃないかな。
いつまでこの戦いは続くんですかね。思ってる3倍時間がかかってますね。ちょっといくら起動まで時間がかかるからってさすがにかかりすぎじゃないかな。あってもどうやらゴールドシステムを使ってみるよって話になってますし、もう少し耐えればいけそうですよ。え、ゴールドシステムってワーク的なやつだよね。まだテスト段階って話だった気がするんだけど、本当に使って大丈夫なの？安心してください、きっと大丈夫です。いや不安しかないよ。それに逃げるにしてもこの敵部隊はどうするんだよ。まあそこは地球の防衛隊に任せてですね。そんな無責任な。でも仕方ない、地球のみんなのためにも少しでも敵の戦力を減らしてあげよう。やっと終わった。マクロスの耐久値も結構ギリギリでしたね。終盤に敵の攻撃が激しくなってちょっとヤバかったね。でもこれでやっとこの戦域から逃げれる。地球のみんな、あとはよろしくな。いや、コウネちゃんが大丈夫って言ったんじゃないか。ゴールドってあんな感じなんですね。知らなかったんかい？しかも月に飛ぶって話だったのに冥王星付近にいるしどうなってるんだよ。もしかして目的地に飛べないんですかね。飛んだ欠陥システムじゃないか。まあいいや、もう一回ゴールドで地球の近くに飛んで帰ろうか。それなんですけど、どうやら今のゴールドでゴールドシステムが消えちゃったらしくてワークで帰れないらしいんですよ。というわけでゆっくり地球に帰還しましょう。なんて不運なんだ。それとなでしこも今のゴールドで早々にエンジンの調子が悪いみたいでディストーションフィールドが晴れないらしいですね。まさに踏んだり蹴ったりだね。それじゃ次のミッションをやっていこう。次のミッションは地球に帰る途中でゼントラージの部隊に襲われたから、それの撃退だね。今回も例のごとくマクロスが狙われてるから、マクロスを守っていかないと。もうマクロスでかい的に感じてきましたね。デルタワンよりさっき敵部隊の接近を確認、直ちに応戦せよ。来たか。落ち着いて先輩。それじゃやっていこう。こんなところでゼントラージの大部隊に襲われて大丈夫なんですか？安心してくれ、こんなこともあろうかと今回はガンダム試作3号機を持ってきた。こんな巨体どこにしまってたんですか？きっとマクロスの中に置いてあったんじゃないかな。でもこのゼントロビウムって地味に武装の回転率が悪くてあんまり強くなかった気がするんですけど。そこは心配ご無用。このゼントロビウムは数々の改造を経て新能動くブッコンテナへと進化したんだ。いつの間にリミッター解除したんですか？3号機は結構使いたいから改造しておいたんだ。それにしてもまさか弾数が無限になるだけでこんなにも使い勝手が良くなるとは思いもしなかったね。ウィングガンダムゼロみたいに強い武装が一生打てるのも強かったですけど、デントロビウムのいろいろな武装がいっぱい使えるっていうのも強いですよね。いろんな状況に合わせた戦い方ができるからね。それにいろいろな武装が使えるって普通に面白いし、あとデントロビウムはアイフィールドを持ってて、それも無限になるから硬さが異次元になるのも強いよね。実際結構なズルですよね。まあそこは仲間がいないから許して欲しいところだね。それにしてもゼントラージの部隊も雑魚ばっかりで全然張り合いないな。今のところ敵の主力部隊みたいなのも出てきてませんしね。もしかしてゼントラージってそんなに強くないのかもしれないね。ってそんなことを言ってたら敵の攻撃機がマクロスを狙ってるじゃねえか。まさかゼントロビウムがいることでなかなか攻撃できないことに棒を見やして直接狙ってくるとは。ふっ、僕も舐められたものだな。攻撃機の撃破などゼントロビウムが最も得意とすること、すぐに一定としてやるぜ。オラーどこにいるんだ。ちゃんとターゲット指定がされているみたいですし、矢印の方向に進んでみてください。今回はオペレーターさんが頑張って働いてくれてるみたいだね。こうなったら僕もオペレーターさんの頑張りに応えないと。HP 自体は少ないみたいですし、これは素早くターゲットに近づいてってことが大事になりそうですね。下手に近づかれると一発ゲームオーバーの可能性すらありますし。このゲームだとそれが珍しくないから怖いよね。とりあえず攻撃機がいない時はコンテナミサイルを適当に撃って雑魚を倒していこう。このコンテナミサイルってマルチロックオンができるわけじゃないんだけど、適当に複数の敵に攻撃してくれてるのかな。そういったところよくわからないんだよね。一応複数の敵を攻撃してくれてる感はありますけどね。今はそう信じて戦うしかなさそうだね。
さて、割と排除できたんじゃないかな。本当に3号機を強化しててよかったよ。弾数無限じゃなかったら道中弾がなくて厳しい時間帯があったかもしれませんでしたね。一応格闘もあるんだけど、この機体はでかいから格闘のカメラワークが絶望的だしね。それじゃあとは残った弾頭を撃破していこう。と言っても残りはメイン射撃を撃ってれば勝手に終わりそうな感じもするけど、メインのビームって射程が長いから普通に便利ですね。よし、クリアだ。結構楽にクリアできましたね。それじゃ次のミッションをやっていこう。次のミッションはマクロス内部に敵が侵入したから、それの撃破だね。どういうことですか？敵が被弾したところから侵入したみたいなんだ。今回はマクロス内部ってこともあるから、できるだけ慎重に戦っていこう。それじゃやっていこう。アムロ、行きます。ここは引き受ける。敵がもうこんなに。マクロスをやらせるか。今回はなんとなくニューガンダムを使っていくよ。なんだかんだ初めてですね、ニューガンダム。前作ではフィンファンネルが1回しか使えない武装って知らずに結構苦戦しましたよね。あれはびっくりしたよ。でも原作設定でも使い捨て武装みたいだから、そういったことも考えるとちゃんと原作再現されてるってことだよね。それにしてもマクロス内部に敵が侵入したっていうから、てっきり区画分けされてる場所で戦うのかと思ってましたけど、普通に住宅街で戦うんですね。マクロスは全長1200m ある戦艦だから内部に市街地があるんだよ。ちなみに市街地自体は 400m らしいんだけど、プレートが何層にも重なってるらしくて結構広いみたいだね。戦艦というよりは町ですね。それにしても被害を出さないようにって言われても、建物なんかを攻撃しないようにすればいいのかな。いやでもそれにしては攻撃をするたびに損壊率が上がってる気がするんだけど。もしかしてですけど、これ地面を攻撃しても損壊率が上がるんじゃないですかね。嘘でしょ。それじゃめちゃくちゃ気を使って戦わないといけない感じなの？いやまさかそんなわけないよね。きっと敵が僕の見えないところで壊してるだけだよ。そっちの方が問題でしょ。やっぱり地面にも判定があるみたいだね。なぜマクロスを破壊しつつまで気づけないのか。ギリギリまで信じることができなかった僕がいたんだよね。まあこれは練習だから。さっきの戦いで学んだのは、バズーカはむやみに使ってはいけないってことだね。というのもバズーカは着弾で爆風が出るんだけど、それが地面にダメージを当てるんだよ。だからこの場所では基本ビームライフルとビームサーベルで戦うことになるね。あれ？それってニューガンダムである必要性ありますか？おっと、それ以上は言っちゃいけない。それに格闘だから安全ってわけじゃなくて、普通に地面や壁に近すぎるとダメージが入っちゃうんだよね。あれ？本格的にニューガンダムじゃない方が楽に戦えた感があるな。格闘がパンチとかの機体の方が良かった感じがありますね。機体を選んだ時はこんなシビアな当たり判定してるとは思わなかったんだよ。でも少し浮いてれば格闘振っても地面に当たることはなさそうだけど、結構難しいな。というか敵も地面に降りるなよ、少しくらい浮いて戦え。そんな無茶苦茶な。ふう、ようやく増援は止まったみたいだね。残りは艦内にいる奴の掃討をするだけだ。めちゃくちゃ損壊率高いですけど大丈夫なんですか？大丈夫、このマクロスにいる技術班は完全に壊れてなければ修理ができるプロ集団だから。もうそんなプロ集団なら完全に壊れていても修理できそうな気はしますけど。そんなこんなしてるうちにようやくクリアできたね。ニューガンダムさんにもう少し見せ場が欲しかったところですね。さすがにここはステージが悪かったね。それじゃ次のミッションをやっていこう。次はマクロスが四方で敵を一掃するから、強行形態になるまでの防衛だね。全く敵も分かってないな。変形時は攻撃しちゃいけないっていうのが世の断りだろ。それは基本的に日曜日の朝のルールなのでは。それじゃ早速やっていこう。これよりトランスフォーメーションを行う。全機関に積む。主砲発射体制に入る。今回はタイマーがあるタイプのミッションみたいだね。今回はレイズナーマーク2を持ってきたし、早速使っていこう。あれ、レイズナーって確か HP が3000以下とかにならないと VMAX 使えない技じゃありませんでしたっけ？このレイズナーマーク2は HP が減らなくても VMAX は使えるようになったんだよ。それは強いですね。ただ眩しさは変わらないから見づらいのは見づらいんだけど、というか本当にこの眩しさはどうにかならないのか？強いのはいいんですけど、これだとさすがに使うのがためらわれますね。そういえばこの VMAX ですけど、マクロスの近くにいたらダメージ入るとかないんですかね？あ、そういえばそうだね。ダメージが入るかはわからないけど、少し怖いし離れて戦おうか。さっきから本当にミッションに合ってない機体ばっかり使ってますね。たまたまだよ。
さて、変形まであと少しだね。こういった変形って序盤こそめちゃくちゃ時間がかかりますけど、だんだん短くなっていきますよね。そこは尺の都合とかで仕方ないところがあるんじゃないかな。まあこのゲームにあるかはわからないけど、毎回4分の変形タイムのミッションはさすがにないと思いたいところですね。さてそろそろ変形ムービーかな。あれ、始まらないな。ムービーが始まると思ったんですけどね。どうやって変形するんだろうか。まだ護衛を拾って言われてますし、ここから始まるのかもしれませんね。あ、ここで変形してるのか。変形に時間がかかるって話でしたから、もう少しゆっくり変形していくのかなって思ってましたけど、結構機敏ですね。時間がかかるっていうのは変形っていうよりは変形するまでの準備だったのかもしれないね。一応変形時は市街地に被害が出るとかでないとか。変形したら被害が出るとか結構リスキーなんですね。大きな力には代償がつくものよ。それにしても意外と変形が終わらないな。早くしてもらっていいですか。これだけ大きいと大変なんですよ。そう考えるとバルキリーが一瞬で変形するのってすごいんだな。お、そろそろ終わったみたいだね。すげえ、多分今の戦艦超でかかったと思うんだけど、まさかそれを一撃とは。さすがにこれだけ大きいと兵器の火力も桁違いですね。もうマクロスだけでいいんじゃないかな。というかこのゲームマクロスを操作できないのが悔やまれるね。それじゃ次のミッションをやっていこう。次のミッションはゼントラージに捕まった一条さんの救出だね。一体何があって捕まったんですか。それが敵の襲撃が全然なかったからってバルキリーを勝手に使ってデートをしてたら捕まったみたいだね。自業自得じゃないですか。もうそんなやつ助けるのやめにしません。一条さんだけならそうなるのかもしれないけど、バルキリーもあるし、それにアイドルのリンリンメイさんも一緒だから、そういったわけにもいかないんだよ。というわけで全く乗り気じゃないけど助けに行こう。それじゃやっていこう。とりあえずは敵を倒していけばいいのかな。敵の戦艦に乗り込むとかそういったミッションになるかと思いましたけど、そういうわけじゃないんですね。一応もう救助には向かってるみたいだから、僕たちはそれの援護って感じなんじゃないかな。それじゃサクサク敵を倒していきますか。それにしてもマクロスの中に民間人と書いたんですね。もともとは進駐式の途中に襲撃を受けたから、それに関する有名人屋敷に来てた一般人がマクロス内にいるんじゃないかな。実際アイドルがいるし、そのアイドルのせいでこうなってるんですけどね。まあ超人気アイドルだから多少のスキャンダルは仕方ないんじゃないかな。さすがにゼントラーディに捕まるのはスキャンダルじゃ済まないと思うんですけど。若気の至りなんじゃない。至りすぎでしょ。よし、とりあえずは全滅させれたね。と思ったらまた別の部隊が来たんだけど、識別も不明みたいですし、ゼントラーディじゃないんですかね。ここに来て新手は面倒だね。リンリンメイも救出できてないみたいだし、というかヤジウマで一緒に行ったガイは何やってるんだ。ああ、言ったヤジウマが働かないのは分かりきったことだと思うんですけど。悲しいなぁ。でもまあ僕たちにできることは目の前の敵を倒すことだけだね。まずはこのコンビネーションアタックで液体処理する。さすがにコンビネーションアタックなら最悪 HP は削れるでしょ。 HP が削れるどころか普通に存在が消し飛んだんですが、コンビネーションアタックが強すぎたね。というかこの敵さっきまでの雑魚と違って少し硬いな。これがもしかしたら敵部隊の主力なのかもしれませんね。とうとう敵も本気を出してきたということか。でも硬いと言っても格闘のワンコンボで倒せるんだな。これなら苦戦することはなさそうだね。少し歯応えが出てきたと思ったんですけどね。本来なら時間制限が結構きついミッションだったのかもしれないね。さて、取り巻きは倒した後はお前だけだ。敵のエースは赤い機体なんですね。赤い機体。じゃあ、いや違いますね。まあ冗談はさておいて、このエース機はどれくらいの実力なんだろうね。お前の実力測らせてもらう。攻撃自体はそんなに痛い感じはしませんね。でも硬さはさっきまでの数倍な感じだね。これはもしかしたら少し苦戦するかもしれない。攻撃でダメージを食らってないので苦戦はしないと思いますけどね。確かに言っては見たものの、僕も苦戦する気はしなくなってきたね。でも僕としても削りが結構微妙だから時間は少しかかるかも。デスサイズヘルは格闘しかないですから、距離を取られたりするとなかなか火力が出せないですよね。改造すれば多少改善されるのかもしれないけどね。格闘より釜投げた方が火力出てるんじゃないか。まあ何派ともあれクリアだね。そういえば捕まった人たちはどうなったんでしょうか。すっかり忘れてた。さすがに救出できたんじゃないかな。マイクラウンド、ミミメイ、はい、はい、はい。
ここはもしかして地球帰ってきちゃったの？そうみたいです。マクロスがいませんけど。どうして？多分敵艦がホールドした時に私たちだけ巻き込まれたんだと思います。それじゃマクロスは？わかりません。無事ならば帰ってくるでしょうし、無事でなければ。マクロスはきっと無事だ。今はそう信じよう。はい、信じましょう。今は我々にできることは何もない。ここは一旦地球に戻ろう。そうですね、あっちも心配ですし。なんか地球に帰ってきちゃったみたいですね。どうやら敵のホールドに巻き込まれて地球に帰ってきちゃったみたいだね。でもマクロスとはぐれちゃったし、今後どうなっていくんだろう。絶対マクロスを捜索するミッションありますよ。確かにそれはありそうだね。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。